ヒオスはギリシャのヒオス島にある中心的な町。かつては一つの市であったが、2011年の地方行政改革で新しいヒオス市に所属する地区となった。トルコのチェシメと向かい合う島の東海岸に位置する。人口は3.2万で、ヒオス島、またはヒオス県の行政と商業の中心である。ヒオス島に8つある地区の一つ。地元では、 透明と区別するために、しばしばホラやカストロと呼ばれる。もともとは古代の入植地として、自然光の北岸に築かれた。16世紀までに城壁が巡らされた市街は続く支配者によって、さらに補強され、堅固な中世城塞都市となった。現在の市街は、カストロの外側まで広がっている。 1881年の壊滅的な震災の後、鳩場の周辺や郊外は近代的になったが、市街のほとんどは新古典主義建築で再建された。人口は比較的安定しているものの、市街は南北に拡大を続けている。しかし、行政機関やいくつかの博物館、大通りのアプロタリア通り、私立庭園が所在する港と城の間の中心市街地は依然として、 過密状態にある。北のブロンタドス地区に日用洲島国営空港が中心部の数キロメートル南にカルファスの町がある。ありがとうございます。